知らせです。あのビレッジヴァンガードビレバンオンラインにて赤堀くんグッズが発売開始となります。いろいろ勢ぞろい。今回のグッズ紹介はアクリルキーホルダー、赤堀アイコン、おつごり、赤堀くんの3種類の絵柄があります。アクリルなので透明で可愛い。カバンにつけていただくとこんな感じ。お気に入りのカバンにつけて赤堀くんとお出かけしてください。受注期間は8月18日から9月4日の日曜日まで。この期間しか購入することができませんので、買おうと思ってくれる方はぜひご注文お願いいたします。オンラインのみの販売となりますのでご注意ください。詳しくはこの動画の概要欄にビレバンオンラインストアのサイト URL を貼っています。今すぐすべてのグッズをチェックしてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。以上、お知らせでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。赤堀です。おつごり。さあ、今回も面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあ、それでは参りましょう。検証スタートです。まずはハメハメハ、テントの中だと食らわないらしい。はい、続いてホイポイカプセルはグラップルで引っ張れるのか。結果は引っ張れない。さては次、フラパが重ねられなくなったらしい。確かに重ねられなくなった。大気島行き過ぎたからかな。続いてサメもカメハメハで一撃で倒せるのか。一撃で倒せる。あ、次は大砲で飛んでる時、カメハメハやキントーンを使うことができるのか。どっちも使えない。続いて離せるセブンセントリーを倒すと石になるらしい。本当に石になった。これ絶対にハイ検証だと思ったんですが、他の NPC でもやってみる。普通に消える。バグかもしれませんが、なんでセントリーだけ石になるんでしょうか。高評価した。あ、忘れてた。高評価お願いします。
まずは初期スキュー、リラックスの時間よ。続いてビルス、この島にはヘンテコな食べ物がたくさんあるみたいね。クロムベリーとかかな。続いて悟空、ソン君お腹が減ってるなら釣りでもしたら。悟空は確かにいつもお腹減ってるイメージだな。ラストはベジータ。あらベジータ、トレーニングしてるんだと思ってたけど。トランクスのことはやっぱ言わないのか。おまけにブルマ、リラックスの時間よ。ブルマは変わらないんだね。この動画がゲームの急上昇36位にランクインできました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、リブート版や壊せないトイレ、カメハメハは貫通するのか、いきましょう。まずはリブート版から。リブート版は貫通しないけど、リブート版にベタ付けしていると爆破ダメージを食らう。リブート表示が出るギリギリだったら食らわない。覚えておくと役に立つ時が来るかもしれませんね。さあ続いて、壊せないトイレ。これは普通に入ってるだけでダメージを食らう。レールガンでもダメージが入らなかったこのトイレ。カメハメハはそれの上を行くのか。当然壊せるトイレはちゃんと壊れる。前回の動画でいただいたスーパーサンクスです。250円後藤さん、200円トライフ V2 さん、ゆきチャンネル年内1000人目標さん、いつもお二方ありがとうございます。竹千代さん、スパゴリ Thank you、 ありがとうございます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたら、コメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上、赤ゴリでした。バイバイ。おつごり。おつごり。今日は何するの？ウィーククエストやっていこう。オッケー、やろうやろう。今日はゴリジーやってね。オッケー、任せて。まずは1回のマッチで3回着地する。これ、風とかミシックのキントーンとかでもいいのかな。着地だからいいかもね。オッケークリア。ナイス。次は75メートル以上離れた位置から DMR でプレイヤーにダメージ。プレイヤーってことは狼さんだとダメだよね。一応やってみて。はい。ダメっぽいね。まあ一発当てるだけだし。次はガラクタ裂け目で敵を撃破する。むずそうだね。狼さんでいけるはずだよ。オオカミさんが建築とか攻撃してる時だとやりやすいと思うよ。確かにそうだね。って、やらんのかーい。倒したかな。どうだろうね。ミリで生きてる。プツ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 。ガラクタ裂け目もうないよ。四つも投げりゃ、そらねえわ。ダメージ与えるだけでいいのかな。ダメージ与えた後倒せばいいのかもね。チビゴリが言ってたのってこういうことでしょ。そうそう、それそれ。敵残り5人、クエストの続きは次のマッチだね。じゃあビクロイ狙うね。オッケー、頑張って。
次は、救援物資を2つ開ける。西部警部の金庫行こうかな。ぼっちだから、動物か NPC 連れて行こう。到着。来てくれるかな。お、来た来た。何してんだろうね。見張り。スキャン読み直したら来てくれるかな。お、開いた。ほんとマジの一瞬だけ来てくれたね、えへへ。オッケークリア。ナイス。じゃあ次、チャージサブまで敵の乗り物にダメージを与える。センチマンたちでもいいのかな。どうだろう、やってみて。はい。いけそうだね。いけそうだけど、センチマンたちごめーん。次は、カメハメハで敵を倒す。ラマでもいけると思う？ラマって敵なの？いけるんだ、はは。敵なのか？あ、敵がいる。ある程度ダメージを与えてからやってみたら？やばいやばい。ロックウェーブ。からの、カーメハーハー。おー、ナイス。あと一人でクリアだね。オッケー。カメハメハ行くぜ。あ、キントーンで飛んだ。カーメハーハー。オッケークリア。ナイス。あ、現実のみでエモートするの忘れてた。それでクエスト最後かな。あー、あとあれだ、75メートル以上離れた位置から DMR でプレイヤーにダメージ。オッケー、悟空がいる。逃げろー。オッケークリア。ナイス。敵あと3人。ビクロイ目指すぜ。頑張れー。金蛇すなー、これは嬉しい。よかったねー。ナイスー。あ、1v1 だ、さっきの悟空でラストだよ。悟空ー。蛇すな入ってるから、カメハメハで一撃だー。カカロットー。カヨヘン、カーメカーメ。嘘だろ？やめてー、お腹痛いー。ホリジー、僕宿題するから、現実の悩みでエモートしてきてね。オッケークリア。以上、赤ゴリでした。お、ツゴリ。